に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で斬りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。おなごであればお前に似て美しい娘となろうぞ。まあフフ目元はあなたに似ると良いですね。私の好きなあなたのその目に。いやいや、お前にこそ似ると良い。愛しいお前のその目にの。伸びた髪を櫛で漉いてあげる日が楽しみです。わしに似てしまうとその間おとなしくしておれぬ子になるやもな。ヒゲの生え方は親子で似るというが、我が子もこんなむさいヒゲ面になるのかの。あら、私は好きですよ、あなたのおひげ。大きくなればいずれ化粧も教えてあげないといけませんね。おの子であっても戦場の作法として必要じゃ。巴御前も格也という叙情婦になるやもしれぬぞ。そうかもしれませんね。あなたの血を引く子ですから。
強く生きるのです。強く。
己の身に慈しみを欲するならば近場の社を詣でるがよい。と鍛錬を積んでおきゃ。お前の相手は俺だ。逃がさん。このような不覚を取るとは、油断さえしなければ。
気づかれねえように一撃で射抜いてやる。貫き果てた侍の後、何時に一時の力添えをなさん。尽きた気を斬新にて満たせば、気は共鳴し常世を打ち払わん。私も切り伏せるとは、お主何者なんじゃ。お願いじゃ、命だけは。そうじゃ、こいつをやるから見逃してくれ。Damn!
この闇が悪さしておるのか。うまく力が入らぬ。あやかしの操る気、人の断りから外れたるものと知るべし。何時、神妖の技にて気の器をかけさせよ。さすればその気、枯らすことあたわ。
りる。どうかと天罰を。危なかったな。もう少しであやかしになっちまうとこだ。うお、すっげえなと。ほら、拾うもん拾ったらこっちに来てくれ。待ってたぞ。あのフニ、読んでくれたんだろ。俺は藤吉郎、お前の名は。
火でか。よし、じゃあ火での字な。呼びやすいだろ。知恵を頼りに霊石を売り歩く俺にはいつしか猿が取り付いた。お前はあやかしを倒すあやかしだけど、宿っている魂は紛れもなく人だ。俺たちはきっといい相棒になれるはず。下船だとか汎用だとか、そんな世評は笑い飛ばせ。一緒になりやがってでっかい夢を見てやろう。さあ、どうする。よし、どうせ行くとこないんだろ。来いよ。しかしすっげえな、あんなごついので。喋れないのはなんかわけが。あ、すまん。ま、いろいろあるわね。俺の集めてる霊石には大きな力があったな。異国じゃアムリタとも呼ばれ、国の戦を決めちまうほどなんだとか。今や日の本は力がものを言う戦乱の世。戦のたびにこいつが飛ぶように売れるってわけよ。だがこのご時世、あやかしや野党がおって命がいくつあっても足らん。そこで腕っぷしの立つお前みたいなやつを探してたってわけだ。まずは俺が上得意にしてるお客に会いに行こう。付き合ってくれるだろ、秀の字。